中日大野雄大、よくわからないコメントを残す。中日の大野雄大投手が12日、名古屋球場で報道陣の取材に応じた。9日の練習後に、左肘が曲げ伸ばしができない状態に、患部に水が溜まって腫れたという。左肘の有利軟骨除去手術を受けることを決めた沢野は、勝負どころの8月に復帰できるようにと前を向いた。8月に何の勝負やろ。肘だけやなくて頭も故障しとるやん。自力優勝消滅の勝負どころか。巨人 VS 中日の再開頂上決戦かな。FA 就活の勝負どころやぞ。1ヶ月くらい健在アピールして移籍ならめっちゃスムーズな流れだもんな。移籍先にしたら手術やってリハビリまでしてくれて来年頭から投げれるんやからラッキーすぎやん。8年前から有利軟骨あったんやろ。言っちゃ悪いけど中日はポストシーズンずっとなかったんやし、近年のどっかのオフでやっておきたかったな。今シーズンに見切りつけたんやろな。今年全休して立浪辞めるの待ってんだろ。試合より、次に立浪するやつ、予想した方が楽しいぞ。